はい、こんにちは、はちのです。どうぞよろしくお願いします。で、今日はね、授業の進め方について抜粋をして紹介していこうと思います。で、河合塾では4月から基礎シリーズというのが始まっていくんだけれども、で、このテキストがあるんだけどね、このテキストには問題がただ載ってるだけではなくて、まず基本事項というのがあるんだね。で、それを通じて公式の中のアイディアを吸収し活用していく力を目指していきます。で、じゃあまずね、この問題をご覧ください。今4次方程式がこうあるんだけれども、係数にルートとかがついてるんで、もうたやすく解くことはできないんですね。でも和と積だったら導くことができるので、1回止めて1分程度ね、考えてみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあやってみてどうだったかな。で、4次方程式の解と係数の関係というのは教科書に書かれてないんだけれども、3次方程式の場合のアイディアがちゃんと吸収できたならばね、解決することができます。で、まあ、3次方程式3回アルファベータガンマと置いとくと、和と積はこのように表すことができましたね。で、大切なのはここからで、なぜかというと、このように因数分解でき、で、展開すると和と積が係数に現れるわけでね。で、B を見ながら、これかけこれだから、マイナス A 分の B、行動式の考え方ね。で、D を見ながら、これかけこれだから、ここはマイナス A 分の D ですね。じゃあ、これを4次方程式に適用できないかと考えるんだが、東大、京大ではね、次の一歩をちゃんと踏み込む力というのがね、求められます。では、同じようにアルファベータガンマデルタとしておくと、このように因数分解できるね。係数のルートのみを忘れないようにね。で、展開すると和と積が出るが、ここは偶数項だから今度はプラスですね。で、同じようにこれを見ながら、これかけこれだから、これはマイナスルート2分の3です。はい、で、これを見ながら、これかけこれだから、ここはルート2分の1です。というふうにね、一つの道具なんだけれども、ちゃんと自分のアイディアにできておくと多くの問題が解けるようになるね。これがね、基本事項の一個目標です。じゃあ次ね、問題紹介します。はい、じゃあ今度はね、基礎テキストのね、問題をね、紹介します。で、この時期ね、一つの問題をただ解くことが目標ではなくて、いろいろな角度から分析するということを目指していきます。ではこの問題ね、見てくださいね。で、今からね、また止めてね、3分ね、方針だけね、考えてみてください。はい、じゃあ始めていきましょう。1番2番と2変数関数の取れる値の範囲を求めていくんだけれども、このような関係式があるわけだから、まあ1変数ができるのかな。で、そうすると y の2次関数になるわけだから、これについて考えたらいいような気がするけれども、まあ基礎シリーズはね、一個一個技術をもう一回確認していきますね。消した文字の存在条件があるね。もしも x2 乗が1だったら x はプラスマイナス1とあるけれども、マイナス1だったらプラマイ i になるわけだから存在しないね。ということで、0以上という範囲の中でこの関数のね、範囲を考えていくことになります。で、括弧の2番は同じように考えるとルートが出てきてちょっと困るね。ということで、違う発想を考えていきますね。で、そうするとね、関数の最大最小とか奇跡の問題でよくやる考え方なんだけども、今これを満たす XY たちをここに代入して、どのような範囲になるのかとかを考えていくけれども、時にはね、時計の針を逆にしてみることも大切なんです。逆向きの発想ね、こっち側からこっちに向かっていきます。例えば3という値を取るんだったら、その時の実数 XY が存在する。3という値を取らないんだったら、その時の実数 XY が存在しない。それを一般的に考えたら、 K という値を取るんだったら、その時の実数 XY が存在する。つまりこれかつこれを満たす実数 XY があるわけだ、あるかどうか見るわけだから、連立方程式として考えるんですね。で、もしも Y を消去するんだったら、このように X 使って表して、で、ただね、平方完成しておくと Y が一箇所に集まるから計算が少し楽になりますね。で、X だけの方程式が出来上がり、で、二次方程式ができると思いますね。で、これを満たす実
実数 x が存在するときに y もちゃんと実数として存在するわけだから、この判別式が0以上というように考えると k の範囲が出てくることになります。でただね、これはね4月の第1項の問題なんだけれども、課題のテキストはねどんどん進んでいってもう一回戻ると一個一個の問題が見えない糸でねつながっているということに気がつきます。ということでこれをね図形的に今度は考えてみよう。でそうするとこれはこのような楕円になりますね。ということは楕円でこれは直線だから楕円と直線が共有点を持つような K の範囲を考えていると捉えることもできますね。とするとこのような K の範囲を考えているとね図形的につなげていくことができるかな。でまたねこの方針さらに進んでいくことができないだろうかね。東大京大では道につまずいてもなんとかね切り抜ける術をね身につけていくっていうことが大切なわけでね。ただね角度を変数にとるということも有効なんだね、いわゆる楕円のパラメータ表示です。実際に代入してみてくださいね。ここに2コサイン事情だからコサイン事情、4サイン事情になるからサイン事情で、コサイン事情プラスサイン事情は1というふうな関係を持っていますね。でそうすると足し算するとサインプラスコサインになるわけだから、合成することによって取り得る値の範囲を求めることができますね。というふうにねこの時期は道具を増やすということで、ただ試験中に取り出すようにしようと思ったらまとめていくということが大切なんですね、じゃあ次はね完成シリーズの話をしていきます。はい、じゃあ次はね完成シリーズの問題を紹介していきます。で9月からのこの時期は基礎で学んだ道具を問題に応じて選んで使っていくということをね目指していきます。じゃあこの問題ね見てください。はい、でその時にね図形が座標の中に与えられてるんだけれども、座標だけではなくて図形を分析する5つの道具がこのようにあって、でこの中から適切なものを選んで組み合わせていけば上手に解くことができますね。じゃあまたね止めて5分ほどね方針だけ考えてください。お願いします。はい、じゃあやっていきましょう。で今回は P と Q が長さ4を保ちながらこう動いた時にこの R の軌跡を求めるということです。で大きな目標が R の軌跡を求めることだから R を XY といて XY の式を作ろうと思います。でただ P と Q も動くんで、例えばS と T といった、でも2変数ではなくて長さが4なんで三平方の定理からこのように T を表すことができるね。でもルートとかを使うと見通しが悪いね。そこで基礎で学んだ考え方なんだけれども、角度を変数にとるね、つまり三角関数を利用するとうまく乗り越えることができました。で4コサインシータで4サインシータとこうなります。はいね、じゃあ次はね θ と xy の関係式を作ろうと思うんだけれども、長さがルートの5だからといって三平方の定理を2個立てるんではまた制限時間内に解くのは厳しくなるんでね。でこのようにね東大京大の問題というのはね至るところに壁にぶち当たるんでね。でもその時にね自分で鍛え上げてきたいろんなカードを持っているかどうかで勝負になると思うんです。じゃあ、1個ね二等辺三角形の良さをあんまり活かしてないんで抜き出して幾何を使ってみることにしよう。まっすぐ書いたら分かりやすいね。で補助線を一本引くことによって違う世界が見えることもあるんです。ここ垂直だね。で垂直に似合う道具はなかったか、一個ベクトルだよね、内積が利用できるからね。ということで今垂線下ろし、ここ垂直でここ M と置いとくんだが、このベクトルというのはこのベクトルに垂直だということで出すことができるんですね。でまたねサインコサインを使っておいたら大きさも捉えやすいから、これが1個コサインマイナスサインというベクトルなんだけども大きさが1が見やすいよね。で長さが1になるようにして垂直は2つあるんだけれども、こっち方向はサインコサインです。内積が0になるね。というふうに今から R をベクトルを使って追いかけに行きます。
分いたのかね。でそうすると xy は2コサイン2サイン m は中点だからね。でさっきのサインコサインを放り込めば xy がこのように捉えることができましたね。で θ は範囲が0から2分の π の間でね。はい、じゃあ次はね、どのように xy の関係式作ったらいいだろうね。こっち方向にまずは考えてみるね。3分の π の時の xy、6分の π の時の xy、 意味は分かるんだけども x と y だけの関係式を作れと言われたら少し戸惑うね。じゃあまた壁に当たったんだけども、基礎で学んだ問題、さっきの問題のねことを思い出すと、時計の針を逆にするんですね、逆向きの発想、こっち側からこっちに考えてみよう。この点がもしも存在するんだったら、その時の θ がある、ね、この点が存在しないならば、その時の θ がないんだよね。ということで、1かつ2を満たす θ が存在するような xy の条件を作り上げる、これを θ の連立方程式だと考えて、コサインとサインについて解き直しに行きます。でこの点々は xy の式です。で θ が存在するっていうことは2乗足す2乗が1点ね。で今この角度の範囲だからこれを満たしているわけでね。ということでこれをここに放り込んでいけば、ね、xy の式を作り上げることができるんですね。というふうに完成シリーズでは試験中に壁を越える力を一緒にね育んでいこうと思います。で最後にもこれは僕の持論なんだけどね、壁のテキストにはこれ以上に難しい問題がたくさん載ってるんだけれども、難しい問題に真剣に挑んだ時間っていうのがね、もう受験以上にねこれからの自分の将来の自分自身を支えるね大きな力になると思いますね。今日はね最後までね見てくれてありがとうございました。ぜひ会えることを楽しみにしています。